おはようございます。2014年8月20日水曜日6時5分になりました。ちょっと突っかかりましたけども、水曜日ですね。もう8月も20日になりました。まだね、あちこち雨がすごいことになってて、ね、局所的に降るっていうのがもう半端ない降り方をするので、本当その、もう気をつけてください。もうね、8月後半になって、ずっと雨だったからとか天気悪かったからって、今から海行ったり川行ったり山行ったりこう遊びに行く人いるかもしれませんけども、本当ね気をつけないと、半端ない雨が急激に降ったりするので。さて、今日はですね、 IT メディアニュースからこちらですね、東京メトロ全線の列車位置をオープンデータ化、アプリコンテスト開催ということで、なんと、そんなことをやり始めたかって感じなんですが、東京メトロがですね、全線の列車位置ですねとか遅延時間とかそういうのをオープンデータとして公開して、でそれをですね使ったいろんなアプリのコンテストを始めたということで、まあこれね、面白いっちゃ面白いですね。列車のその時刻表とか、その、駅別の乗り降りしてる人数とか、そんなんに加えてですね、なんとその列車の位置、始発行き先駅、車両の所属会社ってこんなんあるんですね、遅延時間などの情報をオープンデータ化するということなんで、誰でもこう使えるようになってくると。そうするといろんな面白いアプリが出てくるようになるでしょうということなんですけど、まあね、まあ普通に考えると、その電車を利用するというね、電車に乗るときにその一番近い駅とか、特に東京なんかだったらね、いろんなとこに駅があるんで、どっち行った方が先に乗れるのかと、特にその今遅延時間とかそういうのまで考慮すると、こっち行った方が早いとかね、そういうのとかをこう作るとかいう、まあ、いろんなことができますけども、そんなのってはっきり言ってね、もうすでにいっぱいその乗り換え案内だろうなんだろうっていう、そんなアプリがいっぱい出てるんで、そんなものに今更がどうのこうのっていうのはあるんですね。だからそこよりもちょっとひとひねりして、もっとねゲーム性を持たせるというのが面白いんじゃないかなと思いますね。例えばその列車位置がわかるっていうと、その地図とね、その電車の位置っていうのは重ねられるっていうのはこう分かりますよね。でだから今までだと、その管制室みたいなとかって、どこに線のそれぞれの線がこう壁一面にこう電光掲示板みたいにこうあって、そこにこう電車がどこに動いてるってこう表示したりしますよね。あんなものがこうできる、まあそこまでぐらいは誰も考えると思うんです。それをさらに、GPS と組み合わせて、自分のいる位置の、例えば地表にいても、その下に今電車が来てるのかどうかみたいなのが分かるとかね、それは何が嬉しいねんって言われるかもしれないですけど、例えばそういうのを、起動しておくと、1日何回、地下鉄の上にいたかとかね、地下鉄、電車の地下鉄の列車の上を何回通ったかとかね、そういうのによって点数を競うとか、意味わからんけど、でその電車にね、何回その電車の上を通過できたかっていうのを競うゲームとか、要はリアルにこうね、実際に地上をこううろうろするとかね、そういうのとか、それとかその電車に、移動する電車に何かメッセージを乗っけて、で誰かがそれに接触するとそのメッセージもらえるとかね、そういうそのなんていうのかな、全然電車を利用するっていうのではなくて、リアルに電車が動いてるっていうことと、自分がいる位置との関係性の中で新たなこうね、ゲーム性を作るっていうのはね、そんなことがこうできると、ちょっとね面白いものが、今までなかった、全くなかった発想がいっぱいできるんじゃないかなという気がします。
その辺ね考えるとめちゃくちゃ面白いもんができるんじゃないかなと思ったりしますけど、まあ、今の言ったようなことをヒントにしていただいて力量のある方はぜひいろいろ考えてみてください。でそんなプログラム作られへんわっていう方はですね、もう最近って便利なんでね、ソーシャル、クラウドソーシングをね利用して、そのいろんなところでこんなアプリを作れる人募集とかってかけるとね、仕事してくれる人いっぱい見つかりますから、そういうのにこう作っそういう人たちに作ってもらって、やるということだって簡単にできますし、もうねこうなんかいろいろ面白いそのゲームとしてね使えるような方法だとか、そういう実用性っていうのを考えると、はっきり言って、もうすでにいっぱいやってる企業があるから、そこにはなかなかねこう隙間を狙うって非常に難しいと思うんですよ。まあ多分ね探せばあるとは思うんですよ。そのねさっき言ったようなどっちの駅行った方が間に合うのかとかね、手前の駅に戻った方がいいのか、一個先の駅の方に行った方がいいのかっていうのをすぐね今いる位置からこう調べるとかっていうのはできないことはないですけども、そういったものを考えるとですね、効率化の問題、効率をどうするかっていうところになるんで、それはねかなりねノウハウというか経験を積んでないとわからないことがいっぱいあるので、それよりもいろんなこうゲームをね考え出す、とかなんか得点とか点数とか、電車でゴーみたいなそのバーチャルな自分を乗っけて、順番にこうね、あちこちにこう乗り換えさせてどっかに行くとかって鬼ごっこやるとかね、バーチャル鬼ごっこで実際の列車に乗ってるかのように、データを乗っけたようにしてこうねお互いにいろんな人が逃げ惑うという、電車を使わないと逃げ惑えないというようなそんなのとかね、リアルの電車の中に乗ってるかのようにして鬼ごっこができるみたいなゲームとか、いろいろ考えれるかなと思います。さて、そんなところで、それでですね、このオープンデータっていうのがこういうふうにだんだん最近いろんなところがデータをオープン化してきてる動きがどんどん強まってきて、そのデータっていうのをね、その社内に留めとくよりも、やっぱりその公開していく方がいろんな使われ方をしていくんですね。で、その先こんなのオープンにしたって、どうすんのよっていう話もあるんですが、そうすることによって自分たちのそのデータの価値っていうのがどんどん高まっていくわけですよ。その今まで思っても見なかったようなデータの付加価値が出てきて、でそのいろんなことに有益に使えるということになってくると、お金出してでも欲しいっていう企業とか出てきますし、その企業自体にいろんな付加価値が出てくるわけですね。プラスアルファのいろんな、その基本的にはその今オープンになってるものをやってると、もうちょっとこれやりたいあれやりたいっていう企業が出てくるんですよ。当然その他との差別化を図りたいから、もうちょっとこんなデータ出してもらえないですかとか、こういうデータないですか。でそこでそういうものを組み立てて、でそれは別途その有料で販売するとか、いろんな展開ができるわけですね。だから自分たちのそのなんていうのかな、データを単に自分たちの中で使うんではなくて、オープンにすることによってどんどん価値を高めていくということができるので、でかつそのプラットフォームのようになっていけば、本当その、いろんな意味で、新たな事業が展開できるわけですよ。そういったことをですね、考えてどんどんオープンになっていくと。ただまあ一方でね、あまりにもそれが行き過ぎると、今度プライバシーの問題とかに絡んでくるところがあって、そこら辺がですね非常にこれね難しいところですし、でまたこういうものがオープンになってくると、一方でその便利に使える、面白く使えるっていうのもありながら、一方で犯罪に使われるっていう可能性も出てくるわけですね。その今までだったらそういうその管制室みたいなところに行かないとわからない情報だったものが誰でも手に入るようになると、そういう情報って悪用することってできるので、具体的には言いませんが、そういうことも出てくるので、犯罪にも使われる可能性もあると。だからこういうものって本当にモルハの件になるので、そこら辺はですね、本当そのどこまでどうするのかっていうのは非常に難しいかなと思います。ただまあどっちにしても世の中的には
これからどん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 いろんなものがオープンになっていってますますですねプライバシーって何なのっていう状態にですね入っていく、そういうなのがもうすぐそんな時代になるんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで6時15分になりました。今日は水曜日ですね。1週間の真ん中ということで後半も頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。